ただ今日はホームですから、やっぱりあのここ2試合非常にいい形でクリーンシートでゲームを進めていてますから、はい、まあ、気持ちよくはゲームはできるのかなというのは思いますけどね、はい、早くを使うっていうのが名古屋の一つの戦い方ですから、はい、まずはいい守備ができるかっていうのは非常に大きなポイントになると思いますね。でそれに対してしっかりこぼれ球を拾いながらゲームを進めていくっていうのが磐田の一つの戦い方だと思いますね、はい、名古屋のボールで試合が始まります。名古屋と磐田の一戦が始まりました。大きく前に蹴り出します。ですので、そうですね、はい、まあ、さてここは森島から右野上前に蹴り出す。長いがターゲット。長いヘッド。シンプルな攻撃ですけどね、はい、ここはジャーメインに収まる。ボールを取り返してここですね。名古屋縦に走っている。長いを見ていた。ヘッド。長いを全選手が見ている、そんな感じもします。2人もいるが、まだボールは磐田ジャストミートできません。さあここからこのボールを磐田に出ます。渡辺亮の右足、積極的に狙っていきます。ためにそのペイショットを後半から出すことができる、そういったところもありますよね。あー、だと思いますね。中に入って渡辺からのワンタッチ。あ、これは笛がありました。 PK。 あ、外ですね。外でした。はい、まあ、直接も狙えますし変化もつけられると、どういうアイデアでいくのか楽しみですけどね、はい、高畑中狙ってランゲラックパンチング、ボールをかき出します。松原の右のクロス、中村から横メス中に入れる。ジャミン亮、高畑右サイドにいます。前に送るレオゴメスを追い越していく動き、かなり流動的な動きにはなりました。そしてここで前半終了のホイッスルが吹かれました。さあ後半が始まりました。名古屋はどんな形を敷いてくるか。少し前半はどこをターゲットにするか。パトリックの頭を越えていきました。稲垣のミドル、おクロスバー直撃。泉中に入れます。左足、ここは川島が対応します。しても引っ張られることもありますし、いい感じでセカンドボール、いい選手の前に名古屋来たんですけどね、はい、泉最後はさあ徳本前を見る。中に入ってきているが、永井がこの位置、クロスを上げる。パトリックの横、ヘディング決まった。最後は稲垣、今シーズン6ゴール目、稲垣のヘッド。アディショナルタイム入れたら、まあ、そこそこ時間ありますから、はい、うまく左サイドの松浦の中心にですね、はい、入れたいですね。さあ岩田のコーナーキック、ヘッド。クロスバーを越えていきました。スカイと前のボール、西久保反応している。さあ中にはジャーメインもいますが、西久保西久保とランゲラックのところでした。このトヨタスタジアムに駆けつけています。大きな声援を送る、残留を願うサポーターがいる。中入ってくる森島1対1。森島が抜いた。5ヶ月半ぶりのゴール。最後はキーパーと1対1射抜いてみせました。森島司、落ち着いてましたね、前でね、川島をしっかり見てですね、股の間最後シュートね流し込みましたけど、はい、時間も使いな、マイナス A のボール、左足振り抜いた。菊池の左足でした。いいシュートでしたけどね、はい、